皆さん、こんにちは。9月3日、東京有明アリーナで開催された4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥選手が防衛に成功しました。 WBO 世界同級2位の元 IBF 世界同級王者 TJ トヘニー選手の挑戦を受け、7回16秒 TKO 勝利、デビン・ヘイニー選手と並び歴代2位となる4団体統一王者としての2度目の防衛成功を取りました。井上尚弥選手にとって2022年6月の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア戦から6戦連続となる世界王者経験者との防衛戦でした。判定決着は許されない、仕留めるべき瞬間に仕留められればいいと思うと気合十分でリングに立ち、トヘニー選手と対峙していました。海外のブックメーカーとなる米大手ウィリアムヒルのオッズは井上勝利に 1.02 倍、トヘニー勝利に15倍と井上尚弥選手の圧倒的有利に動いていました。そんな楽勝ムードを井上尚弥選手は自身の言動で払拭しました。周りの雰囲気は自分が一番感じる、自分にそういう気持ちはなくても緩みは必ず出てきてしまう、過去の経験からも振り返るとそういう瞬間もあった、言動だったり練習の内容でより心がけていると気を引き締めて最終調整していました。トヘニー戦に向けた総スパーリング数は計101ラウンドにまで到達。今年5月東京ドームで臨んだルイス・ネリ戦前には実施しなかった3日間のジム内集中合宿にも取り組んだ。フィジカルも増やしラウンド数も多くなった。自分の中で気を抜かないために一番練習したなと自負するぐらいネリ戦以上は意識していると過酷なメニューで追い込み集中力を研ぎ澄ませていました。1ラウンド目はサウスポーのドヘニー選手は開始から慎重に井上選手の出方をうかがっていました。井上選手も最初の1分はパンチを出さずに様子を見て、中盤にドヘニー選手の左ボディーブローが先制打も、井上選手も右強打を2発返し1分50秒過ぎに井上選手が右ボディーブローを決めました。2ラウンド目はファイターのドヘニー選手が右ジャブを出して距離を取り、井上選手が右ボディーブローが決まりました。1分過ぎに井上選手の右ストレートがボディにヒットしてドヘニー選手の頭がロープの外に飛び出してしまいました。2分過ぎにドヘニー選手の左ストレートが浅くヒット。終盤に井上選手がドヘニー選手をコーナーに詰めて連打。3ラウンド目は井上選手が左ジャブをついてドヘニー選手を追い、40秒過ぎに井上選手が右ストレートをヒット。ドヘニー選手の3連打は全てかわし、中盤にドヘニー選手が井上選手のボディへ連打。終盤に井上選手の強烈な右がドヘニー選手の顔面とボディに決まりました。4ラウンド目は井上選手が左ジャブをついて前に出る中、ドヘニー選手が左をボディへ伸ばしました。50秒過ぎにドヘニー選手の左ストレートが2発ヒット。2分過ぎに井上選手の右ボディストレートでドヘニー選手がコーナーに下がり、終了間際に井上選手の右ボディブローが強烈にヒット。しかしドヘニー選手は大丈夫だと手を振っていました。5ラウンド目は井上選手が立ったまたインターバルを過ごすしました。開始から井上選手はガードを固めて下がってドヘニー選手を誘っていました。しかしドヘニー選手は打ってこず、中盤からドヘニー選手もパンチを出し始めますが、井上選手の左ボディブローが決まります。終盤に井上選手の左ボディーブローが決まり、ドヘニー選手も打ち返し、終了間際にドヘニー選手の左フックが決まりました。6ラウンド目は開始から両者ともパンチを繰り出して打ち合いになりました。40秒過ぎから井上選手の右ストレートボディーブローが決まり、中盤に井上選手の右ボディーブローでドヘニー選手の腰を折れてしまいました。中盤から井上選手の右が顔面に再三ヒット。終盤は井上選手のボディ連打でドヘニー選手の動きが止まっていました。7ラウンド目は開始から井上選手が猛獣ラッシュ、ドヘニー選手が突然腰を押さえて崩れ落ち腰を痛めた模様で、そのままレフェリーがストップし TKO 勝利となりました。最後は相手が腰を痛めて予想外、不完全燃焼とも言える結末でした。
これで世界戦通算勝利数は23勝に積み重ね、元4階級制覇王者井岡一翔選手の22勝を抜き、単独1位となりました。世界でただ一人となる現役の4団体統一王者、6戦連続の世界王者経験者撃破で、ボクシングの歴史と新たなモンスター伝説を刻んでみせました。井上選手は試合後、今日の試合の内容もそうだが、まだまだ完成していない、もっともっと上を目指して戦っていきたいなどと、試合直後とは思えないほど冷静に、ダメージゼロとも言える口ぶりで述べ、また12月楽しみにしていてくださいと次戦の予告もしていました。試合後、ドヘニー選手は、まず井上尚弥選手の素晴らしい勝利を称えたいと思います。彼は間違いなく世界最高のボクサーの一人です。試合は最初から難しいものでした。井上選手のパワーとスピードは想像以上で、特に彼のボディーブローの威力には驚かされました。4ラウンド目の終わりに受けたボディーブローは本当に効いていましたが、なんとか持ちこたえようとしました。6ラウンド目からは井上選手の攻撃がさらに激しくなり、私の動きが止まってしまいました。7ラウンド目に入って突然腰に激痛が走り、そこで試合続行が困難になってしまいました。今回の敗戦は悔しいですが、世界最高峰の選手と戦えたことは貴重な経験になりましたと語っています。次戦には元世界チャンピオンのムロジョン・アフマダリエフ選手と、無敗のオーストラリア人サム・グッドマン選手だけが残っており、両者とも日本の強豪に対しては圧倒的な劣勢からスタートすることになります。そのためモンスターがフェザー級に階級を上げて5度目の階級制覇を目指すという声も上がっています。彼は年末に東京でタイトル防衛戦を行うと聞いている。その後彼を米国に連れて行き、ラスベガスで盛大な祝賀会を開く予定だと電動プロモーターのボブ・ハラム氏は語りました。海外メディアもこぞって井上選手の強さを報じました。ボクシングニュース24は、井上尚弥が見事な TKO 勝利を収め、その圧倒的な力を示した、特筆すべきは彼のボディアタックで試合を通じてドヘニーを苦しめ続けた。7ラウンドでの突然の終了は意外だったが、それまでの井上の攻撃の積み重ねが影響したことは間違いないと報じ、 ESPN ボクシングはモンスター井上ドヘニーを圧倒と見出しを打ち、慎重な立ち上がりから徐々にペースを上げていった井上、4ラウンド目の強烈なボディーブローがターニングポイントとなり、そこからは一方的な展開に。ドヘニーの腰の故障は不運だが、井上の勝利に疑問の余地はないと井上選手のモンスターぶりを報じていました。今回の井上選手の勝利にネット上では、最後の2ラウンドはいつもみたいな感じだったが、それまでは井上も攻めあぐねてた感じ、やっぱりドヘニーが大きくて突然振ってくるから警戒もあっただろうけど、フックやアッパーやボディフックは出せないところは攻略できてなかったってことだと思う。フェザー行くとドヘニーの体格のさらに強い選手が出てくるので、さらなる進化に期待します。左ボディだったと思います。おそらく圧迫されて椎間板まで軟骨が突き出てヘルニアになったんじゃないでしょうか。信じられない破壊力のパンチ力なのであり得るのかなと、神経がしびれますので立てなくなったんだと思います。ドヘニー大丈夫なのかちょっと心配ですね。井上尚弥選手は本当にモンスターだったですね。体重増やしたのにあのキレとパワーはすごすぎます。毎回想像を超える強さで驚きます。スーパーフライ級くらいまでは単純に井上尚弥選手の強さを楽しみながら、今日は何ラウンドで倒すんだろうかだけを気にしていましたが、ここまで勝ちだけを重ねてくると負けが絶対に許されないことに恐怖感すら覚えながら見るようになりました。今日もドヘニー選手の強打が出るたびにドキドキしてしまいましたが、結局最後はこういう結果に持っていくあたり、モンスターのモンスターたるゆえんですね。あそこでドヘニー選手が負傷しなければ、間違いなくあのラウンドで KO だったでしょう。見ている方がプレッシャーを感じるということは、戦っている本人はその数十倍の重圧を感じているんでしょうね。スーパーバンタム級にいる間はその重圧が最大の敵になるのかななどの反応がありました。
いかがでしたか。今回は井上尚弥選手の防衛戦について紹介しました。今後も井上選手の活躍に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。